クリントントーマス・デントによるイラストママリーテントはアルバート・フレデリック・ママリーが考案したテントの一、形態である。形状は床部分が開口4フィート、奥行き6フィートの長方形で、入り口は野球のホームベースのような合格形をしており、全体的には1990年当時でもよく見かけた家型である。居住性を犠牲にしても、軽量を優先し、ポールは付属せず、 ピッケルを逆さまに立てて設営する。生地はウィルズデンの防水ホヌのグラウンドシートはオプションでゴム引き防水地であった。重量は約3.5ポンドイコール1.6キログラム。著名な登山家、ジェオフリーウィンスロップヤング、トムロングスタッフらに歓迎され、改良された。例えばヤングは、もしポーターに運ばせるなら、ウィンパーテントだが、自分で背負うなら、 ママリーテントが良いと推薦し、この場合支柱にするピッケルが短くなっている傾向を考慮し10から12人の竹筒を用意しピッケルの石づきに継ぎ足す提案をしている。ロングスタッフは1905年ヒマラヤ山脈、なんだデビで使った際、そこを本体に縫い付ける改良系を持ち込んでいる。ありがとうございます。